どうも、沼さんです。皆様、おはようございます。今回はですね、プラオレの第10話の感想ですね。こちら、語っていきますんで、気軽に聞いていってください。というわけで、早速ですね、感想の方、入っていこうと思うわけですが、まずは一つ目ですね、一緒にやろうというところで、まなカたちがですね、 日光に遊びに来たマミも入れてアイスホッケーの練習をしていたわけなんですが、マミのね、シュートの腕前とか、まあそういったところがね、上達しているっていうところで、まあ思っている以上にね、上達してたんで、まあびっくりしたなというところではありましたね。また、マミを久々に見た松永監督がですね、こう何を言うか、 っていうところをですね、真中に見事に当てられてしまっていたわけなんですが、まあ、一言一句違わないっていうところで、まあ、これに関してはね、真中と真美が笑ってしまうっていうところは分かるような気がしますね。まあ、それと、練習が終わった後に、真美が松永監督からですね、こう、前よりもだいぶ成長しているっていうふうに、 言われていたわけなんですが、なんていうか、この時の監督とマミの雰囲気ですね。なんか個人的に結構好きなところだったりはしますね。まあ、そんな松永監督からですね、これからもアイスホッケーを続けてほしいっていうふうに言われていたわけなんですが、まあ、いずれはね、こう、マミもマナカたちとも、こう、一緒にね、プレイができる日が来るんじゃないか っていう話だったんですが、まあ、本当にね、そういう日が来ればいいなぁと思ったところではありますね。まあ、そういうところで、こう、マミの、まあ、こう、久々のアイスホッケーですよね。なんかみんなで楽しくやってるっていうのが良かったなぁと感じましたね。まあ、そういうところで、一つ目の感想である、一緒にやろうというところ、終わっておきます。でですね、次。 二つ目の感想に入っていくんですが、近づく決勝というところで、日光ドリームモンキーズの方はですね、こう無事に2回戦も突破して、まあこう大会 B の決勝の方まで駒を進めていたわけなんですが、まあその決勝戦での相手はですね、まあ予想通り、釧路スノーホワイトに決定するっていうことになってましたね。 まあ、日光ドリームモンキーズの方はですね、こう、ファンクラブの会員もうなぎ登りで、まあこう、どん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 増えていっているっていう話をね、店長がしていたわけなんですが、まあこれにはね、本当にこう、松永監督の会場をですね、観客でいっぱいにするっていう夢ですね。まあここまであと一歩っていう感じなのがですね、いや本当に応援したくなったところではありますね。 まとはいえ、クシロスノーホワイトの方はですね、マヤウォーカーのおかげで、まあ、こう、ポーラベアに勝つことができたっていうところがあったわけなんですが、こう、マヤウォーカーに頼りっぱなしであるっていうところで、全然緊張感がないのが伝わってきたところではありましたね。まあ、そんな状態の選手たちを見てですね、エリが苛立ちを募らせていたわけなんですが、 それで、クシロスノーホワイトにいた時の、こう、言うの苛立ちというかね、そういうところを理解することができるっていうところが、なかなか面白いなぁと感じたところではありますね。そういうところで、二つ目の感想である、近づく結晶というところ、終わっておきます。でですね、次、三つ目の感想に入っていくんですが、 やめようと思っていたというところで、マナカたちがですね、マミを交えてこう楽しそうに過ごしていたわけなんですが、まあ実はね、こうマミがアイスホッケーをやめようかなっていうふうに考えていたっていうところで、まあ、これにはね、びっくりしたところではありましたね。まあそれに関しては、マナカに励まされたことで、 まあこう、マミも思いとどまってくれたわけなんですが、まあ、なんていうかね、こう、マミが少しでもマナカと話したいっていう風につぶやいていたのはですね、まあこうやって励ましてもらえる可能性があったからっていうところで、なんかね、こういうことだったのかっていう風に納得のいったところではありましたね。まあでも、マミが練習しているのは、 日光ドリームモンキーズ、ドリームモンキーズよりもですね、こう上の大会 A に出場しているチームだっていうことを考えればね、まあそこで、こう、欠かさず練習に励んでいるっていうところはね、マミも、マミも本当にすごいなと思うところではありますね。そう。なかなかね、結構練習とかもハードだ、ハードじゃないかなっていうふうに思うんですけど、 実際それについていけてるから上手くなってるわけですからね。何にせよマミとの間でこう別れ際にねこう決勝で勝って大会 A で来シーズンを戦おうっていう話になるのが個人的にいいなと思ったところではありますね。そういうところで3つ目の感想である「やめようと思っていた」というところ終わっておきます。 でですね、最後にというパートに入っていくんですが、今回はですね、マミが遊びに来ていたことで、マナカたちも楽しそうな感じがあったわけなんですが、まあなんていうかね、幼なじみ同士での話の中で、ユウだけがね、こう仲間外れになってしまうっていうようなこともなくて、個人的にほっとしたところではありますね。また、ユウとマミがですね、 ところどころでまあぎこちなくてもねこう話ができているっていうところも見ていてほっこりしたところではありますね、まあ、そしてですねマナカたちの決勝の相手はですね釧路スノーホワイトに決定していたわけなんですがまあ、果たしてマナカたちが勝利することができるのかそこもね楽しみなところではありますね、まあ、とりあえず釧路スノーホワイトの中でも マヤとエリに関してはね、注目しておいた方が良さそうだなっていう風なことを思ったりしました。まあそういうところで、今回のプラオレの第10話の感想ですね、こちら終わっておきます。でですね、今までにも第1話から第9話の感想はですね、それぞれ過去の放送で語ってますんで、 よかったら過去の放送も合わせて聞いてみてくださいという話と今日は他にも2本更新しておりまして世界最高の暗殺者異世界貴族に転生するの9話の感想と役ならマグカップもの2期の10話の感想ですねこの2本更新してますんでよかったらこっちの2本も合わせて聞いてみてくださいという話と 明日はですね、コミさんはコミショウですの第10話の感想と、真の仲間の第10話の感想。そしてですね、白い砂のアクアトープの23話の感想と、スカーレットネクサスの24話の感想ですね。この4本更新しますんで、よかったら明日もラジオの方聞きに来てください。というわけで、 本日、二本目のラジオの方、終わっておきます。以上、沼さんでした。それじゃあ、またね。バイバイ。